どうも秋翔でー、はい、今日はね、まあ、コメント欄にね、ヤジっていうかアンチコメントっていうか、まあ、質問っていうかよくわからんけど、なんか大学受験どうなったんだよとか、まだ浪人してんのか勉強しろとか、あとなんか働けとか、まあ、クソみたいなコメントが多いから、今日はいろいろ大学受験とかのことについてお話したいなと思います。まず何て言うんだろう、お前らどの立場で言ってんのかなと思って、いやお前らが俺を養ってるわけじゃないじゃん、でお前らが俺に金をね、お前らあの金をなんていうの出してるわけでもないじゃん、お前らが出した金で受験してるわけでもないし、お前ら1円たりとも俺に出してるわけでもないじゃない。うん、だからさ、なんていうんだろう、いやあの親がね働けっていうなら分かるよ、親がね勉強しろっていうならまあ分かるんだけど、お前らはこの動画さえも YouTube の動画でさえもタダで見てるわけじゃん、どの立場で言ってんの。俺ね、あの作品っていうものはそれなりの対価を払って見るものだと思うし、評価とかその感想とかもそれなりの、ね、対価を払ってやるものだと思ってるから、ただで動画見てるくせにあれこれ言うやつ、あのいいコメントも悪いコメントも、だから称賛するコメントもアンチコメもどっちもうざいと思う、ただで見てるくせに、うん、どの立場が言ってんのって思う。だから例えば、まあ、ちょっとすごい脱線しちゃうけど、ミュージシャンのさ DVD のさ無断転載とかさ、アニメの無断転載とかさアップしてされてるじゃん、それにさあれこれさコメントしてるやついるじゃん、あれね称賛コメントもアンチコメントもうざいと思う、ただで見てるくせに、うん、ただで見てるくせに、なんかあれこれ言うやつはもう大嫌いですね、ほんとそんな感じで、どの立場もほんとね、絶対評価とか作品の評価しちゃいけない人間だと思う、無断転載見てるような人間は。うん、そういう感じで、だからそれと一緒で、お前らは俺にを養ってるわけでもないし、お前らが金出してそのお金で俺が受験してるわけでもないから、お前らはお前らからそのなんかいろいろ言われる筋じゃないのよ、勉強しろとか働けとか、うん、親から言われるのは分かるけどね、うん、だからお前らは本当マジクソです、はい、本当もうそういうわけで、まあそれは話すごい脱線したんだけど、まあ大学受験に関してなんだけど、まあ何て言うんだろう、去年度、まあ、受験して、まあ、実質3、表向き3浪目なんだけど、まあ、実質2浪目、2年間ね、大学受験して、まあ、結局、まあ、俺が行きたい大学には行けなくて、で、あまりなんて言うんだろう、僕はね、妥協はしたくなくて、まあ、僕の中での妥協っていうのは、そのなんか、大学受験を諦めるとかじゃなくて、その行きたい、一番行きたい大学に行けるまでやるっていうことが、行くっていうことではなくて、なんて言うんだろう、行けるのに、なんていうんだろう、その、頑張れば行けるっていうか、もう、頑張らなくても行けるような、でも名前書けば、行けるような大学とか、まあ、そういう大学に行くことが妥協だと思ってるから、そこまでして大学、もう、とか、誰でも行けるような大学に行く、なんていうんだろう、行くぐらいだったら、もう本当、大学自体行かなくてもいいと思ってたぐらいだから、まあ、そういうわけで、結局、大学は行けなくて、で、今ももちろん行ってないですね。うん、で、なんていうんだろう、まあ、大学受験に関してはもうちょっとしばらくいいんじゃないかなと思って、まあ、僕は正直なんていうんだろう、大学って正直レジャーの感覚で行こうと思ってて、就職やるつもりないから、まあ、就職、こんな俺がね、まあ、就職って言うともちゃんちゃらおかしいけどね、ネット上にタトゥー埋め込んでね、まあ、まあ就職なんかできるよ、もうそらさできないからね、まあ諦めてるし、まあ本当4年間遊ぶためだけに行こうと思ってたから、まあそういう人はなんか遊ぶためだけだったらさ、ぶっちゃけいつでもいいんじゃないかなと思って、まあ就職のために行く人はさ、やっぱり早めに大学行かないとやっぱりそれなりに響いちゃうところもあるから、うん、まあ今どうか知らないけど、そういうわけで、まあ何て言うんだろう、うん、まあ、就職のために大学行くんだったら、まあちょっと急がなきゃいけないけど、俺はレジャーでね、ディズニーランド感覚で行こうと思ってるから、別に今じゃなくてもいいんじゃないかなと思って、こんな長くね、ダラダラやらなくても、まあ今もっと時間ができて、で正直言うと何て言うんだろう、やっぱ大学ってお金かかるしね、受験するにも入るにもお金かかるから、入学してでも金かかるから、なんかなんて言うんだろう、もうちょっと自分でまあなんて言うんだろう、稼いで本当に行きたくなった時にまた再チャレンジしようかなと思って、でね、遊ぶためだったらまあ別でもいつでもいいし、ほら論文の淳かな、この間ほら俺と同じ時期に青学受験したじゃん、それと同じでさ、いつでも大学なんて行けるから、受験しようと思えばできるから、まあ今じゃなくてもいいかなと思って、やっぱりちょっと僕はなんて言うんだろう、大学以外にもちょっといろいろやりたいことがたくさんあるから、うん、いろいろあるからね、まあその大学受験だけにその時間とね、お金費やすのはちょっと今はまだもうしなくていいんじゃないかなと思って、だからちょっとなんて言うんだろう、まあ活動休止、
受験活動休止みたいな感じで、ちょっとまあ大学めっちゃ行きたいんだけどね、今でもやっぱりそうなんだけど、まあ今じゃなくてもいいんじゃないかなと思って、ちょっとまあ先送りというか、まあ、後回しにしようかなと思ってます。うん、まあそういうわけでもう大学受験はちょっともう凝りましたね。まあそういうわけです。で、なんて言うんだろう、まあね、大学ってぶっちゃけね、そう、なんて言うんだろう、今の大学ってぶっちゃけ、まあ、いい大学行っててもさ、すごい一流の大学行ってたとしても 100% 就職できる、まあ、就職のために行ってる人はたくさんいるけど、まあ、それが当たり前なんだけど、別にすごいいい大学行っててたとしても、行ってたとしても 100% 就職、絶対就職できるってわけではないじゃん。今東大でもなんか全然就職できない人ゴロゴロいるらしいし、まあ、そんな時代なんだよね。大学っていうものの価値をちょっとなんかあまり見出せなくなっちゃったから、なんかその、まあ、なおさら、もっとなおさら、なんで大学行く必要、行かな、なおさら今行かなくてもいいんじゃないかなって思っちゃったりもしましたね。うん、本当なんか、なんて言うんだろう、もう大学っていうものはね、本当ただのレジャーだね。酒、タバコ、パチンコ、女でね、ただ遊ぶためだけど、本当ね、だってほとんど勉強してるやつなんていないじゃん。まあ俺も知ってるんだよ、なんか本当この学問、この大学のこの学部に入って、こういう何々学を学ぶために大学に行ってんだみたいな人も知ってるから、そのほんの一部、ほんの一部だよ、ほんの一部の人は知ってるから、まあ、言えないんだけども、こんななんかね、適当言えないんだけど、ほとんど多分遊んでんだよね。ほとんど遊ぶためだけで、本当そんな勉強やってるやつなんてほとんどいないと思うし、実際そうだ。だからほら、どんどん日本の大学のレベルはどんどん下がってるしね。そういうわけで、まあ本当 100% ね、就職できるわけでもないから、なんか別に大学ね、そう、急がなくてもいいし、なんか正直なんか行かなくてもいいんじゃないかなと思うようにも なったんですよね。半々なんだけど、まあ、そういうわけです。いやー、だからまあ今ね、俺と同い年で現役で大学入ってるやつは今大学4年生なんですよ。で、今ね、就職ですごいもがき苦しんでるらしいので、まあ本当頑張ってください、はい、ということです。僕は、まあ、もう本当まとめると、まあ、今はもう大学受験はやってません。勉強もしてません。はい。ということで、まあ、僕はニートをね、極めようと思うので、よろしくお願いします。お前らに、なんだ、働けって言われる筋合いはないです。はい。そういうことです。以上です。